はい、皆さんこんにちは、ラフィノの吹塚です。私が普段愛用しているこちらのトートバッグをデザインしている小田さんです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本当に撮影と言わず、仕事と言わず、プライベートでも結構使わせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。いえ、テニス以外で使うっていうのも結構お声はいただいておりまして、嬉しいです、はい、マルチに使っていただけると本当、まあ、デザインした時のコンセプトにもあるので、うん、まあ、すごく嬉しいですね。まあ、狙った通り、はい、狙った通りというところで、うん、はい、最初の撮影した時は2年ぐらい前になるのかもしれないですね。それこそ最初は私はこちらのネイビーを、ネイビー、はいはい、そこから今はこのですね、こちらの X パックの方に、まあ、まあ、どっちもちょっと使わせていただいてはいるんで、はい、結構僕あの荷物入れると結構ギュギュに入れちゃったりするので、はい、そういう部分ではかなりこう本当しっかりしてるトートバッグだなっていうのを本当印象にあるんですよね。ありがとうございます。はい、今持ってるネイビーの方はスタンダードの方ですね。はい、カラーはブラックとネイビーとレッドがあるんですけど、しっかりしてる素材感っていうところでは、あのポリの1680デニールっていう、はい、まあ、太番手の素材を、選んで、採用しました。で、まあ、はい、太い生地の織りなので、まあ、耐久性もありますし、うん、まあ、見た目のゴツさっていうのもありますし、そうですね、生地の表面には撥水加工がかかっているので、まあ、雨ぐらいであればこう弾いてくれるっていう加工もちゃんとしてある、まあ、耐久性あるごつく見える素材っていうのが、はい、まあ、スタンダードなものからそれを採用しています。本体の生地と分けてボトム部分には PVC コーティングされたハニカムリップストップ構造の生地をビニールコーティングした、HRS の生地をボトム部分に使っているので、まあ、こう地面に置いた時の、まあ、地面からのこうなんていうか、雨だったりしても、まあ、汚れだったりもそうですよね、はい、そういったものがこう浸透してこないっていう素材感とこう組み合わせたモデルになります、うん、はい、あとそのしっかり感のもう一つはこうテープの部分、ここですね、このテープの織りにまあこだわっていまして、光沢感のあるシートベルト織り、ナイロンのシートベルト織りなんですけど、硬すぎず柔らかすぎずっていうのを、うん、あのテープを折る時のその糸の引っ張る強さで調整してますので、肩にかけた時に肩が痛くならないっていう柔らかさ、うんうん、でも手に持った時ある程度しっかりしてるっていうその硬さのこうちょうどいいバランスをとって、はい、テープをこう開発しましたので、その辺がまあ使いやすさにもつながってるかなと、うん、そこからさらにっていうんでこっちのX パックのタイプ、で X パックの、ね、まあ、素材を変えた、まあ、コレクション、プレミアコレクションの中で、はいはい、X パック生地はあれですね、ハイブリッドシリーズのものでも使ってますけど、うんうん、すね、あね、あの高い生地ですね、お高い生地、はい、噂のお高い生地、ね、お高い生地、はい、お高い生地でこのトートバッグっていうのを、まあ、うん、2色ですね、はい、展開していますが、はい、まあ、アスリートクラブシリーズとこのプレミアムのこう X パックのシリーズとは、まあ、同じ形状なんですけど素材が違うっていう中で、うん、価格帯が違います。そうですね、はい、カラーリングでなんていうんですかね、ファッションにこう合わせやすいっていうのも、はい、まあ、選べるかなという、そうですね、こう種類が豊富に、まあ、揃ってるっていうところに今こう育ってきたっていう、まあ、サイズ感的にこう30リッターでも結構いるんですよね。小さい方が30リッター、はい、大きい方が40リッターっていうサイズ分けなんですけど、はい、この上のこの部分の生地がですね、あのすごくこう長めに設計されています、はい、まあ、これがそのこう見た目よりも荷物がいっぱい入るっていう風に思ってもらえる部分だったり、まあ、これによっていろいろな使い勝手がこう増えるなと。30リッターとこの40リッターはこうハンドルの長さが実は違いがあって、はい、サイズのちっちゃい30リッターはハンドルが長い、うん、で逆にこの40リッターの方は短いっていう作りを実はしています。はいはいはい、なぜかというとこうハンドルを持って立ち上がった時に物が大きいとこう地面にすりやすくなるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、こう40リッターは横に長いのでこうボストンバッグのようにまあ、こう短く小さく持つっていうのをちょっとイメージしてて、
で逆に30リッターという方はもうちょっとこう一般的なトートバッグの比率に合わせて肩掛けしやすい設計に逆になってると思います、はいはい、収納部があるっていうのもまたいいところですかね。そうです、シンプルな本体の、まあ、見た目ではあるんですけど、まあここにブレイクのカラビナがついてて、はい、表にはこう縦長のファスナーポケットは長財布が入るサイズがついてる、結構スポリティがいきますね、はいはい、内側にも、ま、シンプルで使いやすいっていう部分も考えてまして、ファスナーの、はい、ま、隠しポケットがついてます。ここも実は長財布が入るぐらいのサイズ感で、そのポケットの内側に、ま、ブルイクならではのネオプレーン素材っていうのを使ってますので、はい、結構こういうとこなんかだと携帯とかスポット入れてもなんか安心感ありますよね。安心感があると思います、はいはい、その反対面にはさっきのネオプレーン素材の、ま、小分けできるポケット、はい、右側にこれドリンクのこうホルダーですね。そうですね、これ内側がちゃんと内側に、はい、入ってて、しかもこれは保冷素材が入っているっていうものがついてます、はい、で、まあ、最大の機能が後ろ側の入り口底部分を開けると ここに大型の、まあ、保冷ポケットがついています。仕分けして使うっていうポケットとしても使えて、うん、そうですね、まあ、人によってはここをシューズポケットにしようとか、はい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 、あとは、スポーツし運動した後の汗をかいたものをこっちに分けているよとか、まあ、そういう2種類の、そうですね、こういうトートバッグ型だと本当にね、プレイ中のオンもしっかりですよ、オフでも思っててもそんなに分かんなく持っていける、なんならおしゃれに持っていけるっていうところなんかは非常に使いやすいところだなっていうのは、ファッション的に言うとやっぱ X パックを出した時っていうのはもうまさに見た目にも、うん、はい、そうですね、はい、かっこよさっていうのをまあ表現でき、ファッションもっていう部分でこう見せれる商品として出したんですけど、うん、まあ、定番の方も十分かっこいいよと、まあなんかそういう風に言ってもらえたり使ってもらえたりっていうところがもう本当に、あ、このアイテム作って大正解だったっていうふうに、かなりは使ってる側がそうよ、小田さんナイスと思います、思ってます、はい、嬉しいです、はい、本当に、うん、それとあとはもう本当使ってて思うんですけど壊れないですよね汚れないですよね。ああ、それはまた嬉しいですね、はい、はい、X パックの方なんかはもちろん生地の、ね、強さっていうのはまあまあ、はい、お墨付きだと思うんですよ。本当この通常のアスリートのバッグでもいつまで経っても綺麗なまま使えているので、はい、ご購入いただくと長くご愛用いただくっていうのがいいところかなと思います。ありがとうございます、はい、アップデートできるところがあれば、そうですね、良、うん、くなるところは良くしていこうっていうアップデートが、まあ、うん、ブルイクの中ではありますので、はい、それがまた反映されて、でも長くずっと売っていけるようにしたいなと考えている商品、まあ、本当にこう一つ持っているといろんな使い方で楽しんでいただけると思いますので、ぜひ一つお持ちいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。